お疲れ様です。ラットです。だけで、今回はね、クラッシュライラやっていくんですけど、今日はね、この、はい、もう見てわかる、こう、まあ、イカレチックなデッキをね、使っていこうかなと思います。ペッカバルーンスケラっすね。で、これなんですけど、まあ、あれっすね、よくあるパクってきたパターンなんですけど、僕のね。はい、このグローバル17位か、今、モハメドさんって方が、まあ、愛用してるデッキなんで、まあ、マルチ、もしかしたらね、当たったことあるっていう人もいるかもしんないんですけど、ちょっとすごいなと思って、はい、今日これを作っていきたいと思います。で、まあ、ボンバーレベル10なんですけど、わかります?もう上げたくないんですよ。ずっとボンバーレベル上げてないんで、ここまで来ると、上げたくないんで、あげません。まあ、使うのは使うんですよね。本当に。なんですけど、あげはね、せずやっていこうかなと思います。で、このね、ボンバーの活躍次第でね、ボンバーのね、地球を上げてあげる感じのね、やつをね、やっていこうと思います。隊長、地球、上げてくれるためさ。お前が頑張ったら、お前の地球を750円から900円に。あげてあげるダメさ。隊長ありがとうございます。頑張ります僕。みたいな、羽根さんがこうよくやってるんですけど、羽根さんとね、なんか8000大会のこう協賛者の方とかが集まるなんか食事会おいみたいなのがあって、そこでね、こうなんか今までこうあんまお話しする機会がやっぱなかったんですよね。なんでこう結構、ま、なんていうんですかね、初めてこうなんかちゃんとお話しする機会があったって言いますか、なんでこう話してね、ちょっといや楽しかったっすね。こう今までやっぱ話いろんな方がやっぱいて、そのねやつで、まあ焼き鳥とかもいたんですけど、これちょっとあんま残念な お知らせになっちゃうんですけどね、とかいたんですけど、まあこうね、普段話できない方とも話してきて、ちょっと楽しかったなーっていうのがあってね、ちょっと羽生さんにハマってますね。今来てますね、自分の中でブームが。ボンバー、お前今から頑張ったら時給上げるためさ、出番むずはい、ちょっと勝手にやってます。で、さっき焼き鳥のことちょっと触れたんですけど、焼き鳥と来輝さんがね、今僕ん家に泊まり来てて、来輝さんは多分寝てるんですけど、焼き鳥は起きてて横でなんかクスクス笑ってて、本当に満面ないんですけど、金もああって感じっすね。本当にむしろあいつ三画目がっすね、言葉飛ばしちゃって三画矢の目かぶからまえて、オッケーいい、ダクプリカタケ取る、しかもういいね。あで対空少ないんで、これ頑張って守ります。あれか、相手が守んないならばコスケル打っちゃいます。オッケーオッケー、相手コス使った。これだってさ結構積んでるくね。ここで、バンバー、お前は、ここで手を落とせたら、時給アップダメス。おい、来たフィ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 来ましたね。という感じで、焼き鳥はね、バスケットボール、バスケの選手ならまぐると思うんですけど、こう、バスケの選手って、このね、両手で打ってるように見えて、やっぱ片手だけでこうシュート打ってるんですよね。で、こう、もう、片手は添えるだけみたいな。右利きの人がよく言うのは、左手は添えるだけみたいな感じで、焼き鳥も今日は動画に添えるだけで、はい、やっていこうかなと思います。ということやん。という感じでね、はい、皆さん、今日は何の日か知ってますでしょうか。BGM ちょっとここだけちっちゃくしてるって、ちょっともしかしたら来輝さんのいびきをね、ファンサービスという形で、すごい今ちょっと大きめのいびきがあったんで、ファンサービスという形で、はい、多分来輝さんのいびきが入ってると思います。マジでね、レアっすよ。皆さん一生聞けないですからね、来輝さんのいびきなんて。聞きたくてもウェイ。さあ、というわけで、あれっすね、何の話してたっけ、ちょっと待って、あれだ、うお、おいしおいしエレキで踏んでる、踏んでイエスさ、オッケー。あ、バレンタインですね。バレンタイン、皆さんチョコもらいましたか。まあやっぱ学生時代じゃないと、もうもらえる機会っていうのもないですから。ブンベおめえ強い、ハリソンが映ってる、ちょっとよしよしよし。いや本当にね、バレンタインね、どこでした?多分こう、まあ、僕のね、視聴者さんの中にはこうやっぱこうゼロ校のね方もいると思いますし、
もちろん、まあ、僕と同じぐらい40個ぐらいもらってる方もいると思うんですけど、突っ込めよお前本当に。いや添えるだけなんで、うん、まあ、40個とか本当人生もらったことないんですけどね、もう経験してみたいですよね。あの、わかります？これメガネいきますね。よくドラマであるね、靴箱の中、靴箱開けたらもうチョコが溢れて出てくるみたいな、ほんまなわけあるかって。ないないない、本当に、なんいつも蛇だったわって感じですね。僕は靴箱開けたら、あー今年も蛇かって、あー今年はあーセミかって感じですね本当に。ただのいじめや。まあそんなことはね本当全くなく、ただ平凡なね生活だったんですけど、僕今までのねバレンタイン最高マジで本当に1個か2個とかですね。その、まあ、合計じゃなくて、1年で、その日か。そんなに長期的にもらう。その日の、あの、最高個数ね。まあ、多分、本当に1個とか、2個とか、多くて本当に2個とかなんで、こう、なんで、3個とか4個とかもらえたことないですね。僕は全然。よいしょ。お、なんか、あれ？なんかいい感じみたいな、ない？よいしょ、なんかいい感じみたいな、ない？うん、うん、え、強っ。本当か、なんか騙されそうだな。はい、なんでこうバレンタインねあんまもらったことなく、まあでもどうせねラット今年彼女いるしっていうか、僕今2年ね、もうすぐ半年ぐらいかな、2年半年はまだ行ってないぐらいの彼女がね、あのいるんですけど、で岡山で13日まで会ってたんで、どうせチョコもらってんじゃん、だからそんなこと言えるしとか思ってる人が多分いると思うんですけど、甘いね。僕もともと14に帰ってくる予定だったんですけど、その8000大会のねご飯の誘いいただいて、なんで13に帰ることにしたんで、こう彼女にねそれを言ったら、え、14に帰ると思ってたからチョコないみたいな感じのこと言われて、こうなんか本当に軽すぎって感じでね、目の前でチョコを今年内容宣言されたものです、どうも。というわけで今年はチョコゼロっすね、僕もらえてないですね。まあ焼き鳥と一緒なんで。決めつけんな、決めつけんな。え？まあ焼き、まあどうだろうね。皆さん、まあ焼き鳥はゼロっしょ。顔はイケメンなんですけど、すごい顔はイケメンなんですけど、まあチョコもらえるかってなった時に、やめろ、まあ、正確にな、ありみたいな。言ってないけど、分かってんじゃん。いや。もう性格も素晴らしいよ。うん、完璧。やめとけ本当に。バンバー、お前の出番だ。出るたんびに言うそれ。よし。あれでホグワルチですね。まあそんな感じですね。なんでバレンタインこうマジで5個とかでも嬉しいけど、もう5個とかでもすごいけど、もうね1日で5個とかもらえたらお前羨ましいぜって。やっぱ男はね、やっぱそういうのでシンプルに嬉しいですから。なんかね憧れますよね、そんなにもらえるのはっていうのを言ってると、多分彼女に、え、私からのだけでよくないみたいな感じのがなっちゃうね。あんまり言えないんですけど、言っちゃったけど、ね、まあ学生の頃とかやっぱあるじゃないですかね、シンプルにこうもらえたらやっぱ嬉しいですよねっていう。さあこれから止まんないんじゃない、さあこれは止まんないんじゃない、あ止まった。まあ焦るでないぞ。バッカーが入りますと。これね、多分シンプルにペッカプラススケラの形作れば相手辛いと思いますね。うい、しかも完封。これもう打っちゃいますね。いや、これね、打たないんですよ。僕らになると。もう引っ張って先にここをね、処理して、これあれっす、ゴブリン来ます。え、ボンバー、お前時給アップだ。ワンパンされるんかい。時給アップされる前に死んじゃったやないかーって感じで、さあ、え、これだけちょっとね、強いかもしれない。騙されてる気がするんだけどな、個人的に。よしよしよし。さあ、いいですね。もう最後守れば。まあ、勝ちというわけで、まあ、皆さんね、バレンタイン、マジ1個もらえた方はもう焼き鳥より、あのイケメンの焼き鳥よりね、もらえてるんで、こう、誇っていいと思いますね。よいしょ。まあ0個だった人はもう僕とね、やっぱ仲良しというだけでね、これからもよろしくね。騙されるな。
全然騙したつもりはないんですけど、というわけで、さあ、まさかの、まさかの3連勝しちゃいましたね、これ。予想がレベル10でしたからね、ボンバー。ボンバー、お前の時給は、今日から1000円だ。ありがとうございます、隊長。というわけで、ちょっとね、羽根さんマジで面白いな。ちょっと今度コラボ動画マジで頼んでみます。はい。ぜひお楽しみください。というわけで、バレンタインね、ちょっと、エピソード、コメント欄とかあったらね、ちょっと楽しみに読むんで、ニヤニヤ読むんで、ぜひ書いてくれるとね、いいかなと思います。では、概要欄にね、バレンタインチョコ0個もらった焼き鳥のチャンネル貼っておくんで、よければそちらも見てみてください。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。バイバーイ。